はい、はい、とことこ TV です。今回の動画もよろしくお願いいたします。キューキット、グフ、パート5になります。この動画では、腰アーマーの回収になるのですが、その前に、確認しておきたいことがありまして、古い映画のパンフレットを、引っ張り出してきた次第です。実は、改造による造形の変化を記憶だけに頼りすぎて、制作していました。改めて、アニメのグフの造形を確認することで、離れすぎないよう、目安にして制作したいと思います。正直、関節改造に労力を取られ、造形がいまいちよくわからなくなってきたのが、大きな理由です。1と2にグフ登場カットがあるので、見てみましょう。と、その前に面白いものが載っていました。連邦軍とジオン軍の勢力図です。支配地域を、色で識別しています。黄色がジオン軍、赤色が連邦軍。主要都市、ジオンの支配下だったのか、知らなかった。グフ、MS-07 型、属タイプの機動力を強化した、白兵専用モビルスーツ。まず、残念ですが、このようなスタイルには、ならないと思います。後ろ姿ですが、ヘッドサイズ、横幅の感じが、いいような。これもいいですね。バランス的には、こんな感じがいいのかな。このヘッドも味があっていいっすね。物合いの大きなところとか。でも、総合的には、これかな、どうかな。出たよ。これは強敵だな。それでは、腰アーマーの回収、始めます。まずは、腰のところで分離させたいですね。そして、センターでさらに分割。分離箇所をデザインナイフで毛がきます。最近のお気に入り分離方法。タミヤセメント流し込みタイプ割り。センターを毛がきます。これも、タミヤセメント割り。1ミリのプラ板で、適当に幅を増し増ししてみました。脚部も干渉部、削っておきます。さらに分割します。まずは、前方のアーマーから組み付けていきましょうか。ウェーブのポリキャップ、内径2ミリを使用。3ミリのプラパイプも使用します。
計2ミリのポリキャップのランナーを使用します。地図に切り出しました。こんな感じで、可動のイメージです。加工がしやすいので、まずは 0.5 ミリのプラ板で拡張させました。マスキングテープで様子見です。固定方法、どうしたものか。動力パイプもありますしね。前方のアーマーと同じように、後方のアーマーから取り付けました。軸には、この2ミリの軟質丸棒を使用します。軟質だけど接着固定できる、便利な材料です。動力パイプは、次回に回したいと思います。なんだって。修正が必要ですね。干渉してしまいます。サイドのアーマーもあるのに、なかなか先に進みません。空いてる箇所、空間に移行することで解決できるかな。サイドの取り付け、試案中。径が2ミリのポリキャップランナーを切り出しました。タミヤの3ミリパイプを使用、内径は2ミリです。結果、股関節がこんな感じになってしまいました。まだまだ不安定なので、連結が必要です。これもなんとかしないと。形もだいたい決まってきたので、1ミリのプラ板を、それぞれのアーマーに貼り付けます。ラインの曲線に沿って貼り付けます。サイドアーマーの不安定解消のため、連結用に取り付けました。
それでは、腰アーマー、連結させていきましょう。ここ動きます。当然計算外です。わらわら。アーマーのストッパーもつけました。脚部の干渉があれば、カットして調整です。こちらは、連結の受け側になり、プラパイプを固定してます。適当感は否めないですが、どうしても脚部、横の開脚を重視した結果、こんな感じになりました。1ミリのプラ板も、パネルラインを意識して貼り付けました。アーマーの可動は、こんな感じです。上に胸部が組み付くと、さらに制限されるかな。まあその時はまた回収です。この動きが、どれほど影響するかわかりません。腰アーマー完成しました。脚部との組み合わせを、ご覧ください。You do.
回の動画は、これで終わりにしたいと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。まだ、お済みでない方は、よろしければチャンネル登録、お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。